ミエンズイモジェ構想の一例。薄緑で表示されているのは、ウクライナとベラルーシで、両国とも1921年にソビエト連邦に編入された。ミエンズイモジェは、かつてのポーランドリトアニア共和国構成国の政治家によって何度も提言されてきた地理的計画のことであり、提唱者の中には、かつての構成国ではなかった周辺の国家をも、 包括するという考え方もされている。提唱された多国生態はその領域をバルト海から黒海にまで広げることになるため、ラテン語で海洋間のという意味のインテルマリウムという名前でも呼ばれている。ミエンズイモジェは中央、東欧の連合が形成されることを見越して、当時のポーランド指導者でロシア帝国時代に政治犯であったユゼフ・ピュスツキによって追求され、 その中で、バルト三国や、フィンランド・ウクライナや、ベラルーシ・ハンガリー・ルーマニア・ユーゴスラビア・チェコス・スロバキアの、勧誘を模索していた。ポーランド名である、ミドジー・モースは、ラテン語のインターマリアムを直訳したものである。ミエンズ・イモジェ構想は、ポーランド王国と、リトアニア大公国の合同によって成立し、16世紀末から18世紀末まで、存在した。 ポーランド・リトアニア共和国を見習い、その領域をバルト海から国海にまで伸ばすことを標榜とし、同時にピュースツキは、ミエン・ズイモジェを彼が目指していたロシア帝国領土の分割及び、ロシア帝国領から生じる収益の固有化などの方針を補完するものと位置づけた。ところが、ミエン・ズイモジェ構想は、リトアニア人にとってようやく手に入れた独立に対する脅威であるとされ、また、 ウクライナ人にも自分たちの独立願望を阻害する脅威と認知された。その一方でフランスはこれらの活動を支援したが、ロシア帝国やその他の西欧諸国はこの運動に反対していた。ピウスツキの計画が失敗に終わって20年が経った頃には彼が編入を試みたほぼ全ての国家がソビエト連邦やナチスドイツに編入されてしまった。 ポーランド・リトアニア共和国の最大半島ポーランドとリトアニアによる合同と軍事同盟の締結はドイツ騎士団やジョチウルス、モスクワ大公国などの両国共通の脅威に対する相互援助を実現させた。この同盟は1385年に初めて締結され、ポーランド女王、ヤドビガとリトアニア大公国のゲディミナス超大公ヨガイラの婚姻が行われた。 リトアニア大公のヨガイラは、後に、ブワギスワフニゼイとして、ポーランド国王に就任することとなった。この連合は、ポーランドリトアニア共和国として、長く続くことになり、18世紀末の、ポーランド分割までその名を地図に刻むことになった。共和国の下で、この計画は、ポーランドリトアニアモスクワ共和国と呼ばれる国家の樹立を標榜するまでに至ったが、 ついに計画が実現することはなかった。1月放棄にて掲げられた、ポーランド・リトアニア・モスクワ共和国の紋章。ポーランド王国の白い和紙、リトアニア大公国の騎士、モスクワ大公国の大天使ミカエルと各国の紋章のモチーフが描かれている。1832年11月から1863年の1月放棄にかけて、 ポーランドリトアニア共和国を復活させるという考えが当時パリに亡命中であったポーランド王国の貴族アダム・イエジー・チャルトリスキによって提唱された。アダム・イエジー・チャルトリスキ・チャルトリスキは1792年のポーランド・ロシア戦争にてロシア帝国と戦い、1794年の古州シ古法規にも参加をするつもりだった。その後、 1795年に彼と弟はロシア帝国陸軍への加入を果たした。当時の国王エカチェリーナ2世は彼らをとても気に入り、彼らから没収していた土地の一部を回復させてやるほどであった。チャルトリスキはロシア皇帝パーベル1世とアレクサンドル1世のもとで外交官や外務大臣に勤め、ナポレオン戦争の最中には大仏大同盟の結成にも寄与した。 彼は1830年11月に発生したポーランド放棄の指導者の一人でもあり、ロシア帝国による放棄の鎮圧後には死刑を宣告されるも、最終的にフランスへの亡命を許された。1827年に完成し1830年にのみ、出版された彼の著書エッサイシュール・ラ・ディープローマシーにおいて、チャルトリスキは国家の支配域を南や西へと拡大し、 東や北からの到達不可能な自然の摂理によって、ロシアはヨーロッパの継続的な脅威になると気づき、また、奴隷よりも友人と関係を築きながらはうまくやっていくだろうと述べた。また彼はプロイセンによる将来的な脅威を突き止め、東プロイセンのポーランドへの編入を力説した。チャルトリスキの外交努力は、ピュースツキのプロメテイズム計画、特に、 ポーランド独立を他のヨーロッパの非支配諸国の運動から見抜いていた。チャルトリスキはフランスやイギリスやオスマン帝国のサポートによってポーランド・リトアニア共和国が復活することを何より絶望しており、その共和国にはチェコ人、スロバキア人、ハンガリー人、ルーマニア人、そして後にユーゴスラビアを形成する南スラブ人が含まれていた。彼の構想では ポーランドがハンガリー人とスラブ人、ルーマニア人との闘争の調停を行えるようにできていた。この構想は1848年革命が発生する中で到達できると考えられていたが、西欧諸国からの支援が得られなかったこと、ハンガリーとチェコスロバキアルーマニアとの間で妥協が取れなかったこと、ドイツ民族主義が没効していたことが合わさり失敗に終わった。それにもかかわらず、 ポーランドの歴史研究家、マリアン・カミル・ジエバノフスキは、王子の努力は16世紀のヤゲボ朝政権とユゼフ、ピウスツキのプロメテーズム連合体計画とをつなぐ重要な考えであると結論づけている。ピウスツキの最初のポーランド・リトアニア共和国、復興計画ユゼフ・ピウスツキの戦略的な目標は、強化された、準民主的なポーランド・リトアニア共和国を復活させることであった一方、 ロシア帝国や皇族のソビート連邦を民族構成を利用して崩壊させるように活動していた。ピュース付きはミエンズイ文字によって誕生する連合をロシアやドイツの帝国主義に対抗する平行力と見ていた。ジエバノフスキによると、ピュース付きのミエンズイ文字構造は計画的に実施されることはなく彼自身の実用本位的な直感に依存していたという。また、 ブリストル大学の学者ジョージ・サン・フォードによると、1920年のポーランド・ソビエト戦争の頃にはピウス・ツキもこの計画が実行できないことは理解していたという。ユゼフ・ピウス・ツキ・ピウス・ツキの計画は事実上全方面からの反対にあった。ミエンズイモジェ構想によって自身の勢力権が直接的に脅かされていたソビエト連邦はミエンズイモジ協議の妨害工作を行った。 また、連合国は、ボルシェビズムが一時的脅威であるとしか認識せず、勢力均衡の観点から事態を荒立てることで、ロシアとの歴史で、つながりを失うことは、望んでいなかった。そのため、ピュースツキが、ロシア白軍の支援を断ったことに対して、連合国は激怒。ピュースツキや彼の未援随文字構想を疑問視し、ポーランドに対して、 自身の民族権に引きこもっていればよいと主張するまでに至った。1918年に独立を勝ち取ったリトアニアはミエンズイモジェへの加入に消極的になり独立を模索していたウクライナは再びポーランドへ編入されることを恐れた。当時まだ民族意識が小さかった白ロシアの人々は独立することにもピュース付きによって連合に組み入れられることにも興味がなかった。 結局、ピウスツキの計画は第一次世界大戦とその後に引き続いて発生した幾度もの領土をめぐった国境紛争によって実現の機会を失ってしまったのだった。また、ピウスツキの構想は国内からも反発の声が上がった。特にポーランド国家民主党の党首ロマンドゥモフスキは非ポーランド人を ポーランド国民化することによって民族的に同質なポーランドを建国することについて疑問を呈した。ドゥモフスキをはじめとするポーランドの政治家の多くは多文化的な連邦国家の形成に反対し、ポーランド人による単一の国民国家の形成をより望んだ。サンフォードは1926年のクーデターにて再び権力を掌握したピュース付きの政策について、 それまでと同じように東部のスラーブ民族の同化や権力の集中化に努めたと語った。幾人かの学者がピュース付きが自身の連合構想で語った選挙君主制に学面的に賛成していた一方で他の学者たちは選挙君主制に対して懐疑的であり、1926年クーデター以降にピュース付きが独裁的な権力を握っているという見方が強かった。 特筆すべきことにの構想に対して、ほとんどのウクライナ人歴史家が否定的な見方を示しており、例えばオレクサンドル・デルハチョフは、ミエンズイモジェ連合は、ポーランド人以外への興味が、薄い大ポーランドを形成することになっただろうと述べている。ピウスツキは、ウクライナの独立なくして、ポーランドの独立はないと主張していた。このことに関して幾人かの歴史研究家は、ピウスツキは、 ウクライナの繁栄を確かなものとするために、ロシアからウクライナを独立させることに関心があったのではないかと考えている。しかし、彼はガリツヤやボルイーニ獲得のためにウクライナと戦争を起こすことに躊躇しなかった上、独立した西ウクライナ人民共和国を滅ぼして、軽装地であったブクカワイ島に、ポーランド陸軍を侵入させた。ポーランドの将来的な国境について、 ピュース付きは、協商国に頼りながら、西方で獲得できる地は皆、ドイツに奪われたと語った一方で、東方については、開閉可能なドアは多くあるし、それらは誰かが無理やり開けさせることでしか開かないと語った。東欧の混沌に際して、ポーランドは可能な限りの領土拡張に乗り出し、その一方で、ロシア内戦への西欧諸国の介入やその行く末には、関心を示さなかった。 ピウスツキの2番目のミエンズイモジェ、高層ポーランドソビエト戦争の余波によって、ピウスツキが計画してきたポーランドとウクライナの合同を礎とする中東王連合は、ついに実現の機会を失った。ピウスツキは新たに、バルト三国やバルカン諸国との連合や同盟を構想し始めた。この計画は、中央ヨーロッパ連合体の形成を目指して、 ポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、スカンディナビア諸国、バルト三国、イタリア、ルーマニア、ブルガリア、ユーゴスラビア、ギリシアの参加が予定された。つまり、ミエンズイモジェはその領域を、バルト海から国海だけではなく、北極海から地中海にまで広げたということだ。しかし、この計画もまた失敗に終わった。ポーランドが、チェコスロバキア、リトアニアから信頼されていなかったので、あった。 他の国々とは良好な関係が築けていたのだが、これらの両国はポーランドと国境を接しており、すべての参加国が互いに協力し合う関係を築かねばならないような巨大な中央国家を建設することは事実上不可能だったのだ。結局、この計画は1921年にポーランドルーマニア同盟が締結されるのみに終わり、チェコスロバキアは対照的に フランスの支援の下で、ルーマニア・ユーゴスラビアと共に商協賞を設立することに成功したのだった。ユゼフ・ベックの第3のヨーロッパ構想、ポーランド、ハンガリー、ルーマニアから構成されている。ピュース付は1935年に死亡。2番目に考案されたミエン・ツイモジェ構想は、戦艦期にポーランド外務大臣で、 ビュース付きの古文でもあったユゼフ・ベックの下で、第三のヨーロッパ構想として1930年代後半に実現が試みられることとなった。1932年に結ばれていたポーランド・ソビエト不可侵条約があるにもかかわらず、ソビエト連邦はナチス・ドイツとの合同を許諾、中央と東欧をそれぞれの支配下に置くことを承認した。幾人かの歴史研究家は、 ピウス付きのミエンズイ文字構想のように、ドイツやソビエト連邦との並行力を作ることに、失敗したのは、第二次世界大戦における非支配国の運命だったのではないだろうか、と語っている。ブワディスはフシコルスキバルト海、国海、アドリア海及びエーゲ海にまたがって広がる地理的自主独立体を結成するという、中央ヨーロッパ連合構想は、第二次世界大戦期に、 ポーランド亡命政府のブワディスワ・フシコルスキによって復活することになった。1942年にその第一歩としてギリシア・チェコスロバキア・ポーランド・ユーゴサラビアの4亡命政府による会談が実施されギリシア・ユーゴサラビア連合とポーランド・チェコスロバキア連合の将来的な結成が決定した。しかしこの合意に対してチェコ人の反発や連合国の反感を招いた上 最終的にこの計画はソビエト連邦の反対によって失敗に終わった。同時期にポーランド地下国家の樹立が宣言されるとどんな単一の国家にも支配されない中央ヨーロッパの連合国家の建設を叫ぶ声が高まっていった。20世紀の末から21世紀にかけても様々な形で未延随文字構想は継続して考えられており、中には ポーランド主導ではないような地域、安全保障協定などもある。しかし、ポーランドの近隣国は変わらず、そういった数々の提案を帝国主義的であると見ている。1991年にワルシャワ条約機構が解体。その後1999年にチェコ・ハンガリー・ポーランドの三国は、北、大西洋条約機構に加盟し、他の旧社会主義国家へ。 NATO 加盟への足がかりを作った。事実、2004年には、スロベニア、スロバキア、ブルガリア、ルーマニアバルト3国の7、各国が NATO へと加盟した。ウクライナも、ビクトル・ユシチェンコ大統領が NATO への加盟に関心を示したが、時代のビクトル・ヤヌコービチは、一切関心を示さなかった。その後、欧州連合にも、2004年に、 ポーランド、スロベニア、スロバキア、チェコ、ハンガリー、バルト3国が2007年にルーマニアとブルガリアが2013年にはクロアチアが加盟している。2011年5月12日、ビシェグラードグループに参加する4カ国はポーランドを最高指令とする任務部隊の結成を宣言した。2016年までに各国から独立した部隊として結成が予定され、 NATO の指揮下には入らないことも同時に宣言された。さらに、2013年からビッシェグラードグループの4、各国は NATO 即応部隊の援助の下で合同演習を実施することも決定した。研究者の中には、この一連の動きが中央ヨーロッパの統合を進める第一歩となるとする者も,もいる。また2015年8月6日、ポーランド大統領のアンジェルダは、 就任演説において、ミエンズイモジェをモデルにしたと考えられる中央、ヨーロッパ連合の構想を発表した。この構想に似たものとして、三海洋イニシアティブの第一回サミットが2016年にクロアチアのドゥブロニクにて開催されている。ポーランドのミエンズイモジェ連合という概念は、世界中の様々な地域においても似たように確認できる。19世紀初頭に、 エルサルバドル、ニカラグア、ホンジュラス、グアテマラ、コスタリカといった中央アメリカの諸国においてイギリス帝国やメキシコ帝国、大コロンビアといった強国に対抗するために中央アメリカ連邦共和国という国家を樹立しようとする試みがなされた。しかし、この連邦共和国は内紛によって短命に終わった。また20世紀末にはカンボジアベトナム戦争や中越戦争によって 引き起こされた反ベトナム感情の影響によって、ベトナム国内では、インドシナ半島を中心とした東南アジアに、中国などに対抗するための共産主義ミエンズイモジェを設立する構想が高まりを見せた。しかし、ベトナムの帝国主義的発想や、中国、カンボジア隊への侵攻計画に対して批判が殺到し、実現することはなかった。ありがとうございます。